今年度の、おすすめの企画としましては、作る、遊ぶ、学ぶ、パンプキーワンダーランドという、芝生の企画となります。相模原祭の、一大イベントとしまして、毎年恒例なんですけれども、うちの相模原キャンパスの方には広大な芝生があります。そこで、子どもの方たちに、たくさん遊んでほしいという願いを込めまして、そのような、企画を作っています。残念ながら雨天となってしまったので、今年はですね、こちらの F 棟の1階というところでですね、臨時として室内でできる企画の方だけをやらせていただきました。またぜひ機会があればですね、来年度、次こそは晴天時の、本当の芝生の方でやりたいと思っています。今年度テーマは和ということです。ひらがな1文字の和です。相模原祭の特徴として、地域密着というのもあったんですけども、う一つエコに、重点を置くというものを目標としていまして、それこそ環境の環という字、そして、平和の和だしたり、いろんな和というものを、こう広めていくっていうものも込められていまして、和ということに決定いたしました。こんにちは、環境センターエコレンジャーです。環境センターエコレンジャーは、この世の環境と平和を脅かす悪を懲らしめるものです。皆さん、いつもエコレンジャーは相模原にいます。来てね。ここが芝生になります。普段であるならば、ここでですね、大学生、大学院生の方が、ご飯を食べたり、他にもお昼寝をしたりとかいうところがあります。また、うちの大学は、ここのキャンパスはですね、理工学部のキャンパスも兼ね備えておりますので、研究室があります。そこの研究室の、大学院生、大学生の方も、よくここで研究の合間とかですね、遊んだりもしています。やはり地域密着型を目指しているので、それこそ地域の方、お子さんですとか、お年寄りの方も非常に多く来場させていただいているのが相模原祭なので、その方たちが、多い、その方たちと一緒に携えるということは、相模原祭の方が勝っていると思います。TV は現役大学生が運営するインターネットテレビ局です。毎週火曜日に動画を更新しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。